はい、どうもケンティです。はい、どうもソニーです。やっていきましょう。はい、では今が始め時、おすすめアプリゲーム特集。おすすめアプリ。はい、現在周年を迎えたり、豪華なコラボやキャンペーンが開催していて、新規で始めたり復帰したり、リセマラにおすすめのアプリゲームを紹介するコーナーでございます。はい、はい、3月のおすすめアプリ特集第2弾ということでね、はい、今回は全部で5タイトルご紹介していきたいと思います、はい、まこのチャンネル、さまざまなゲームやアニメの最新情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録や通知設定などしていただいて、動画の公開を楽しみにしてくださると嬉しいです。皆さんのご意見、ご感想、コメントお待ちしております。はい、お願いします。それでは開催日の早い順に見ていきましょう。1本目、ディズニーツイステッドワンダーランド。ツイステ、はい、アニプレックスさんから配信中のウォルトディズニージャパンさんとのタッグで開発されましたアドベンチャーゲームでございます、うん、2020年から配信されて以来ヒットをずっとね、そうね、続けております。すごいよね、本当に本当にすごい、うん、そんなツイステですね、3月17日で1周年ということで、まだ1年か。そうなんですよ、なんか長く感じたな、ね、ちょっと貫禄がもう出てる。そうね、かなりね。でそんなね、ツイステ現在1周年を記念した特別キャンペーンを開催中でございます。はい、はい、全ね20種類も超豪華キャンペーンを、まあ、そうね、こんだけね、うん、プレイヤー多かったら ねやるよね。プレッシャーもすごいよね、多分。確かに作ってる側も ね中でも、まあ、新規の方とか、あの復帰する方におすすめなものをちょっと一部抜粋してご紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目、ファーストアニバーサリーログインボーナス、うん、期間中にログインするだけでガチャが回せる魔法石やマジカルキーなどの豪華アイテムがもらえるログインボーナスを開催中でございます、はいはいはい、ということでね、まあ、こちらの期間中は忘れずにログインをしましょう、ね、そして2つ目、スタンプミッションということで、魔法石や AP の回復に使う星のかけらが獲得できるスタンプミッションを開催しておりまして、うんうん、このね、あのスタンプミッションをちょっとご注意いただきたいのが、期日を過ぎてしまうとミッションの挑戦と報酬受け取りができる。ああ、なるほどね。ということなので、まあ、この2つはね、あのミッション完了した後はもう即報酬を受け取るっていうのを絶対意識していただきたいと。パパッとやっちゃいましょうって感じですね。はい、うん、そして3つ目、グリム SR が登場ということで、はい、期間中に、ね、獲得できるグリムなんですけど、この猫ちゃんですね、かわいいね、かわいいよね、うん、これね SR なんですけど、期間限定の育成イベントとなっておりまして、期限を過ぎるとグリムが所持カードから離脱してしまうと、はいはいはい、まあ、期間中はずっといるってことですね、うん、はんはん、ってことなので、期間中にね正式加入の条件を満たして、あ、ね、まあ、加入させて、なるほどなるほど、ということですね。めちゃめちゃかわいい、欲しいですね、ね、かわいい、うん、このグッズとか多分あるよね。確かにね、かわいい、普通に人気出そうなデザインですね、そうなんですよ、うん、他にもマジカルキーなどと交換できるアニバーサリーメダルがおまけでついてくるおまけ付き召喚、SSR が必ず手に入る限定ショップ、祝福のマジカルキー SSR ショップなど、うん、めちゃめちゃ豪華な内容になっているというふうになっておりますのでね、はいはいはい、まだ1周年なんでね、うん、この機にね、そうですね、新規加入もね全然ありかなと思います、うん、ので、ね、はい、気になる方はね、この機会にぜひツイステ始めてみてはいかがでしょうか。はい、2本目、ラングリッサーモバイル、ランモバ、はい、2019年から配信中の単性シミュレーション RPG、はい、1991年から続く NCS さんのラングリッサーシリーズのスマホアプリでございまして、兵を操り、相性や地形によって戦術を立てるシンプルで奥深いシミュレーションゲームが楽しめるランモバでございますが、うん、今回昨年も多くのコラボに登場しました人気アニメオーバーロードとのコラボを開催中でございます。オーバーロードでこれは素晴らしい、アンソニー大好きなので、うん、大好きオーバーロードですね。早速内容を見ていきましょう。まずはですね、公式ツイッターで行っておりましたリツイートキャンペーンの目標数が達成されましたので、アインズウーンゴーンがもらえちゃいます。アインズさんももらえちゃうんだ。アインズさんももらえちゃうんですよ。なるほど。これアイテム記憶の破片の形で配布されまして、英雄の一番下から召喚するということで使用可能になって、うんうん、なるほど、まあ、かけらがね配われてきてますね。はいはい、はい、そして1つ目のイベントがコラボ召喚ナザリックの守護者たちということで、コラボ SSR 英雄シャルティアとアルベドが登場するピックアップガチャとなっております。うん、まあ、このね全3体が登場するイベントになるんですけども、はいはいはい、かわいいな、ね、いいね、アルベドシャルティア、シャルティア、どっち好きですか。ギリアルベド。ギリまあね、ギリですね。まあオバロ好きが必見のね、うん、まあ、内容になっていると、はいはいはい、そしてコラボ英雄はまあ3人になっておりまして、ランボアの育成要素をクラスツリーで強化していくとオーバーロードとかね、あのシールドロードとかね、うんうんうん、原作と同様のクラスにすることができるとい う, ふうになっております。原作採点ですね、うんうん、ありがたいですね、うんうん、2つ目、秘境コラボイベント決戦悪役の極意でございます、はい、最強の魔王アインズウールゴーンを紹介してしまったことで始まるコラボ特別ストーリーが楽しめるイベントとなっております、うん、これイベントクエストをクリアするとアインズの強化に必要な記憶の破片とか限定スキン漆黒の英雄がもらえるというふうになっております。ほうほうほう、限定スキンももらえちゃうんですね。いいね、欲しいね、うん、
他にもですね、アルベド・シャルティアの限定スキンが手に入るなど、オーバーロードファン必見の内容になっておりますので、うん、まあ、気になる方はね、概要欄からダウンロードしていただいて、オーバーロードコラボからランモバ始めてみてはいかがでしょうか。はい、3本目、グランブルーファンタジー、グラブル、はい、サイゲームズさんから配信中の RPG グラブルでございますが、2014年3月10日のブラウザ版のサービス開始から今年の2021年3月10日で7周年、すごい、素晴らしい、やばいね、縁起のいい数字です ね、 ね、はい、今年も豪華なキャンペーンを開催中でございます、うん、まあね、グラブルもね、内容がちょっとめちゃめちゃ多くて、ね、豪華な内容をねなっておりますので、おすすめのものを一部抜粋してご紹介していきたいと思います、はい、まず一つ目、最高100連無料ガチャルーレットでございます。出たルーレット、はい、ログイン時にガチャピンとムックが登場し、出た目に応じて無料で10連ガチャが引ける回数が決まる周年恒例のルーレットでございますが、うん、今年もね、最高100連無料ガチャルーレットが開催していると。いや、これで100連引けたらね、もう新規勢もね、バンバン強くなりますからね。マジでいけますよね、そして今回から新たな仕様としてダブルムックモードが搭載いたします。ほう、 SSR が出るまで SSR の確率 9% の状態で回せるムックモードっていうのが終了しちゃうよって時に、一定確率で再びムックモードになる。ほうほう、まあ、ムックですぞーっつって2回行くとなるほどね、はい、これはありがたい救済措置です ね、 ね、うん、そしてこのルーレット20日そして30日の2日間がですね、無料100連ガチャを必ず回せるという、ね、ほうほうほう、豪華仕様になっておりますので、すげえ、まあもう最低でも200連は確定されている、まあそうね、確かに確かにえぐいよね、それだけでもマジでえぐいと思います、うん、そしてこの2日間 SSR 確率が上がって、水着キャラや期間限定のキャラが登場するグランデフェスとレジェンドフェスもそれぞれ同時開催されるというふうになっておりますよ。じゃあ過去を逃したキャラも全部これで拾い切れるわけですね、うん、拾い切れるんじゃない。なるほど、もうすごいね、本当に豪華、ね、豪華ですね、うん、まだ1つ目ですからね。そうね、さすが周年、ね、うん、そして2つ目、7周年記念武器交換チケットでございます。全ユーザーに7周年記念武器交換チケットが配布されております、うん、チケット交換の対象の武器は上限解放とかスキルレベルが強化された状態で入手できるというふうになっておりますので、いちいちめんどくさい強化をせずに即戦力ということか、うん、そうなんですよ。なるほど、今から始めた人でもすぐ即戦力になるっていう武器ばかりがラインナップに入っております、うんうん、その他にも新ジョブレリックバスターが取得でき、豪華素材や SSR 武器などの報酬が手に入る7周年イベントステイムーンとか、7周年ガチャセットなど7周年をお祝いする超豪華な内容になっていますと、はい、なってますね、いうふうになっておりますので、ね、気になる方はね、概要欄からダウンロードして、この機会にね、はい、ぜひね、グラブルもや7周年ですけど ね、 ね、そう、まあ本当に素晴らしいゲームなんでね、全然追いつけるぐらいの豪華な内容になっておりますので、うん、この機会にぜひ始めてみてはいかがでしょうか。はい、4本目、ブラウンダスト、ブラウンダスト、はい、ネオウィズさんから配信中の采配バトル RPG でございます。 3×6 の18マスに様々なタイプの傭兵を最大9名まで配置や順番買いができるというね、ディレクティブポジションバトルという独自なシステムが特徴のブラウンダストなんですけども、はいはい、今回日本ハロコムさんから去年発売された奇跡シリーズの15周年を記念した新作 RPG 英雄伝説始まりの奇跡とのコラボを開催中でございます。英雄伝説、うん、まあ、奇跡シリーズですね。奇跡シリーズって言われてるやつ、ね、結構、まあ、聞いたことあるかな、やったことはないかもしれない、まあ、みんなも知ってると思いますよ、うん、歴史長いゲームなんで ね、うん、期間中に、ね、ログインするだけで始まりの奇跡の主人公ディーン・シュバルツァーがもらえますというふうになっておりました。星5の、ね、イケメンじゃん。そう、星5英雄がもらえちゃう、かっこいい、すごいよね。いいね、これ奇跡ファンがしたら相当嬉しいんでしょうね。めちゃめちゃいいね、うん、他にもですね、原作に登場するロイド、スウィンと傭兵に装備する助力者っていうね、立ち位置、リーシャ、ユーナ、ナーディアが実装されておりますと。結構いますね、キャラの数は。そう、6人いるんですけど、もちろんね、原作と同じ声優さんを起用しておりますので、うん、ね、まあ、超豪華な声優さんが嬉しいですね、うん、はい、その他にもですね、豪華報酬が手に入るコラボ限定のイベントダンジョンも開催しておりますので、気になる方はですね、今回の始まりの奇跡コラボからブラウンダストプレイしてみてください。5本目、クラッシュフィーバー、クラッシュフィーバー、はい、ワンダープラネットさんから配信中のぶっ壊しポップ RPG でございます。仮想世界をモチーフとした世界観を舞台に、画面をタップするだけの簡単操作でパネルを壊して敵を倒すっていうね、爽快感を味わえるほか、うんうんうん、最大4人での協力マルチプレイも楽しめるタイトルでございます、はい、そんなね、クラッシュフィーバー、今回先日でテレビアニメの2期が制作を決定いたしました魔王学院の不適合者とのコラボを開催でございます。面白かったね。そう、かっこいいよね、うん、めっちゃ強いし魔王が、ね、内容早速見ていきましょう、はい、
1つ目コラボ記念ログインボーナスでございます。ガチャが引けるポリゴン最大50個やコラボユニットをゲットできる豪華ログインボーナスというふうになっております。しっかりとログインしてくださいとね、うん、そして2つ目コラボ期間限定ガチャでございます、はい、主人公アノスやヒロインのミーシャ&サーシャなどの、ね、コラボユニットが登場するコラボ期間限定のガチャでございます。アノスとかクソほど強いんじゃないの。めちゃくちゃなんじゃないゲームブレイカーでしょ。ね、すげえ。まあ、欲しいですよねどっちも。うん、このアノス、ミーシャ&サーシャ3人にはですね専用ボイスが搭載されていると。レイとか出ないの。レイも出るよ。あ、レイもいるの。いるいるいる。おいるんだけどボイスがついてるのはもうこの2つ、この2人だけか。そうそうそう、なるほどね。になっておりますよ。結構キャラクターもねいっぱい実装されてるんで。あ、そうなんだ。はいはい。まして、他にもですねコラボユニットだったりとか無料10連ガチャチケットが手に入るコラボ期間限定クエストも開催しておりまして、集めた無料10連ガチャチケットで最大210連分のガチャが引けるとね、太っ腹でございますよ。めちゃくちゃ引けるやん、ね、ありがたいですね。まさにね始め時と、うん、ですね、なっておりますので気になる方ね、はい、概要欄からダウンロードして魔王学院コラボからクラッシュフィーバープレイしてみてはいかがでしょうか、はい、ということで今が始め時おすすめアプリゲーム特集でございました、うん、まあグラブル7周年 ねこれはちょっとすごいね。えぐいね。もう7年か、うん、すごいよね7年だって。まあこれはちょっとなんか始めるのも抵抗がね、うん、ある人多いと思うけどね、うん、まあ、やっぱ絵のタッチとかもね、うん、やっぱグラブルのもう独特なものがあったりね、本当に、まあ、あの鬼滅とかもねコラボして結構話題になったと思いますけどもね、うん、イラストは本当いいよね、まあ、まだ触れてないって人はねぜひね、うん、この機会にグラブルデビューもね、はい、ありなんじゃないかなと思いますね。はい、はい、他にもですね皆さんの気になるアプリや動画の感想などありましたらぜひコメント欄に書き込んでください、はい、また動画で紹介させていただいたタイトル以外でも今始め時だよっていうねスマホゲームありましたらそちらもぜひコメントください、はい、お願いします。いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネル様々なゲームやアニメの最新情報をお届けしておりますのでチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それから僕のチャンネルではコンシューマーゲームメインで実況しておりますのでよかったら遊びに来てください。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。